はい、どうもこんにちは。インスタグラムで毎日使えるフレーズを更新している熊田と言います。よろしくお願いします。ということで今日は10月24日なんですけれども、第281回 TOEIC 公開テストの日でした。はい、281回っていうのは午後の部になるんですけれども、僕はいつも通り今日も午後を受けてきました。で、ちょっとね、中身をお話していく前に僕のレベルとかをちょっとお話しとこうと思うんですけれども、前回10月に受けたテストで初めて900を超して910点を取ることができました。それ以前はだいたい800点半ばぐらいから後半の点数を、取っていたので、参考にしてもらえたらいいかなと思います。で、僕は実際受けたフォームなんですけれども、パート1は回転式のドアでコーヒーみたいなのを持ったおばさんがこう立っている写真から始まりました。で、まず全体的な感想から言っていこうと思うんですけれども、今回は比較的に簡単だったんじゃないかなと思います。まあ、それぞれのパートで難易度はやや異なるんですけれども、全体的な印象として簡単かなっていうのを思いました。っていうのも、特にリーディングパートが終わった時点で僕10分ぐらい今回余ったんですね。で、だいたい調子いい時で5分ぐらい余る。で、難しい時はちょっと足らなくて急ぎで問題解く、もしくはもうちょうどに終わるみたいな感じなんですね。なので今回はリーディングとかっていうところをもとに、まあ、比較的に問題内容っていうのは簡単だったんじゃないかなと思います。ただ問題が簡単だったからといって自分の点数に反映するわけではないっていうのがトイックの仕組みになっているので、内容についてもね、お話していきたいと思います。まず先ほど言ってたパート1なんですけれども、こちら自体、答えの選択肢自体は難しいように感じたんですけれども、消去法で答えれる問題が多かったので、おそらく全問合ってるかなと思ってます。なので今回は難易度的には普通ぐらいですかね。まあ、そこで消去法をできなかった方はちょっと難しかったかもしれないです。で、次パート2なんですけれども、今回はこれ難しく感じました。で、前回、前々回ぐらいから言ってるんですけれども、リスニングがね、最近ちょっとずつ軟化傾向にあって、で、特にパート2がね、難しくなってきてるように感じます。僕も今回はだいたい5問ぐらい根拠がちょっと曖昧な回答をしてしまったので、そこで点数落としてしまったかなと思います。なので今回パート2に関してはちょっと難しいかなっていう感じに思ってます。次パート3なんですけれども、まあ、ここはねパート3と4一緒に話していこうかなと思うんですけれども、前回受けた時は何問かもう何を言ってるかわからない問題があってっていう感じだったんですけど、今回に関しては比較的に全部理解することができたので、普通もしくはちょっと優しいぐらいかなっていう風に感じました。で、まあ何個かね、根拠のない回答があったんですけど、まあ3、4ではそんなに落としてないかなっていう印象になります。はい、なので今のリスニングパートだけ振り返ると、まあパート2がやや難しかったものの、全体的にはまあ簡単めのような気がしました。で、次パート5、リーディングの部分なんですけれども、こちらは難しく感じました。個人的にどこが難しかったっていうと、まあ、語句の問題とか品詞でちょっとややこしいところがあったりしたので、そこに強くない人は落としてしまう方が多かったんじゃないかなと思います。僕もね、何問か落としてると思います。僕も文法はかなり勉強してるつもりなんですけれども、よりね、深く勉強していかないといけないなと思いました。で、次パート6なんですけれども、いつもね僕パート6忘れちゃうんですけど、今回に関しては普通からやや難ぐらいだったかなと思います。っていうのも、時制とかあと三単元の S とかっていうので、ちょっとややこしい引っ掛けの問題っていうのが見られるように感じました。なのでここに関してはよくできる人とできない人の差がね、開くんじゃないかなと思います。で、次パート7なんですけれども、こちらに関しても僕先ほど言ったように10分時間が余ったので、問題自体はそこまで難しくありませんでした。ただ選択肢の選び方がもういろんなとこを見ないといけなかったり、ちょっとねトリッキーな問題っていうのが最近増えてるように感じるので、今回もそういった問題は多かったですね。なのでそこで時間を取られる方も多かったんではないでしょうか。ただ難易度としては、いつもだったら大体1問ぐらいも結構ね全くわからないとかっていうのがあったりするんですけど、そういった問題は僕もありませんでした。はい、っていう感じで今回の281回 TOEIC のテストの感想動画になったんですけれども、皆さんどう感じましたでしょうか。まあ午前とか午後問わず、難しかったとか簡単だったとかっていう感想をね、ぜひシェアしてもらえたら嬉しいです。
あと自分が難しいと感じたかとか簡単に感じたかに関わらず、点数っていうのは上がったり下がったりするものなので、実際僕も前回の時かなり難しく感じたんですけれども、その時で最高の910点取ることができたので、あんまりね自分の出来栄えとかにこう落ち込むことなく、過信することなく待ってもらえたらいいかなと思います。そしたら今日はこんな感じで動画を終わろうと思います。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching this video. Have a good one. See you later.